桜川。桜川は青森県青森市にある地区名。桜川団地とも言われる。一丁目から九丁目まである。桜川団地は1960年代前半から造成された団地である。移住者は青森市中心部に住んでいた人が中心であり、かつては高級住宅街であった。当時は商店も多く人で賑わっていたが、今は 寂れていて静かな住宅街となっている。2001年に亀屋植栽館桜川店も閉鎖し、特に北部では商店が少なくなったり地区の中を走る桜川中央通りには桜の街路樹があり、青森市内有数の桜の名所とされている。駒込川を挟んで、対岸の隣の松森地区には、地元テレビ局、青森テレビ、 青森放送の本社が存在することから、ローカル放送では、それぞれのつぼねの屋上カメラから、桜川地区の風景が映されることもしばしばある。なお、リバーサイド、桜川や道の区銀行桜川支店は、近隣の松原、奥の地区にあるにもかかわらず、桜川の名称を用いている。桜川という地名の由来は、殿様を出迎えるため、 川岸に桜を植えたからという風説もあるが、実際は桜川団地形成の時に植えられたものである。かつては南部の一部を除き田延々風景が広がっていた。荒川と駒込川の合流部付近にあるため、全体的に湿地帯になっており、田んぼや畑などにも不向きな地であった。筒井村の子供などが遊び場であったと伝えられる。街路樹として桜が植えられており、 毎年春になると桜のトンネルができることで知られている。この桜は団地の造成が行われた際に同時に植えられたものである。毎年春には桜祭りが行われている。開花した時の景観は非常にいいが桜の根の成長により歩道に凸凹が見られる。とはいえ、この桜が桜川団地の名前を青森市内に広く知らしめていることは不運もない。 事実である。また、ここにある桜は、市内で最も早く咲く桜であると言われる。4月の後半頃に、桜川通り北部では、桜川団地町会主催で、桜祭りが1日限りで夕方から夜にかけて行われている。夜桜市と呼称されている。桜祭りでは、提灯を車道と歩道の境界に吊るし、桜川通りの一部を通行止めにして、 露天を設けていてていい多くの人が訪れている夏には地域ねぶたが子供たちの手で運行されている。桜川団地町会の桜川団地町会子ども育成部と南桜,南桜川団地町会の南桜川団地子ども会指導部の二つの団体がそれぞれ主催している。地区には東西にいずれも二級河川である包み川、もしくは 荒川と駒込川が流れている。いずれも堤防はコンクリートで高く作られており、河川に直接触れることは困難である。荒川の方では、中州が現れることはほぼないが、駒込川の場合は、水量が少ない場合、中州が現れることもある。かつて、荒川と駒込川の合流部である、この付近は、戦国時代に包みが、 裏として港湾に用いられたという記録もあるが、建物は隣の松原地区にあったという。桜川地区の堤防は全体が2段の堤防となっており、下の方にコンクリートで固められたものがまずある。ここには一般の人は普段入れない。増水した時にはここまで水が来ることもよくある。1969年には洪水で255個が浸水したため、 上の堤防はかなり高く作られており、上にある堤防は駒込川上流部を除き、ほぼ全てがアスファルトで舗装された道路になっている。そのうち、駒込川にあるものは自転車橋に至るまで自転車道路となっている。駒込川の自転車橋から荒川の下津追橋に至るまでの道路も自転車歩行者専用道路となっている。地区の最北部付近である荒川と駒込川の 交流位置である桜川八甲緑地の堤防付近には青森高校、青森西高校、青森商業高校、青森中央高校のボート部が共同で利用している堤庫がある。正式名称は青森高校想定部堤庫であるが、現在では他の高校にもボート部ができた上、青森高校の想定部もボート部に名称変更したため、この名称はふさわしくないのかもしれないが、 現在も1977年の使用開始当初と同じ名称で用いられている。その稽古のすぐそばには川に降りるスロープがあり、そこから彼らは練習を開始する。彼らの練習範囲は、筒井橋から2004年から工事中の高田橋までであり、荒川や筒見川の堤防を歩けば、彼らの練習風景を見ることができることもある。冬には川に、 青森県の県取りである白鳥が飛来する。時と場所が良ければ、容易に橋の上から白鳥の姿を眺めることも可能である。青森市中央部付近で白鳥を見ることができるのは、筒み川水系の河川のみあるため、一見する分には貴重な光景である。ただし、堤防が高く、餌を与えることが困難な上、夜になっても白鳥は鳴くため、付近住民に必ずしも親しまれているとは、 限らないようである。地区南部には八甲田山石中高軍で有名な陸軍不評第五連隊跡に1946年6月より青森高校が建てられている。かつては青森高校の校庭の脇に菊の紋章のある建物があったらしいが現在では取り壊されているためその広大な敷地以外にかつての面影を探すことはできない。現在の校門は 陸軍不評第五連隊跡の入り口である。地区南部にはいずれも陸軍不評第五連隊跡に建てられているためか、青森高校に隣接する形で、筒井中学校がある。高校の校庭と中学校の裏には、テニスコートがあるが低いブロック塀1枚で、区分れている。筒井中学校の教室棟は青森高校に面したところにあるため、容易に、 青森高校で行われる体育の授業や運動会の様子を伺うことができる。昭和56年に水準点が設けられ、平成4年にはもう1箇所設けられた。現在、桜川地区に小学校は存在しない。桜川一丁目の当該児童は津々小学校、それ以外の地区にいる児童は津々井小学校に行くのが基本である。このうち津井小学校は津井地区にあるが、 青森高校に隣接して存在するため、小中高の3校が非常に隣接した形で立っていることになる。筒井小学校と青森高校の間には住宅があるため、筒井小学校からは筒井中学校ほど容易に青森高校の様子を疑うことはできないが、筒井小学校の3階の教室からかろうじて、青森高校で行われているうる授業の様子を眺めることができる。 1990年代前半までは1年生の教室の脇に遊具が大量にあったが危険であるとして2000年代前半までに遊具がべて撤去され跡地は駐車場となったいずれも私立である1964年11月当時は青森市大和津津谷座桜川という地名であったに青森県立科教育センター及び青森県教育研究所が 青森高校隣に設置されて、あと、1970年4月に統合後も長らく、青森県教育センターとしてその建物は、青森高校の隣にあったが、1998年4月に、青森県情報処理教育センターと統合され、新しく、青森県総合学校教育センターが、青森次第、矢沢あざの田に設置されている。現在建物は、青森高校の生徒が、 部活動などで一部利用している。2011年に道路拡張工事に伴い解体工事が開始され、その後解体された。下流から並べる夏は、初めの頃山瀬が吹き、全体を通じても、降水量も少ないという気候であるが、桜川団地は農家が少ないため、影響を受ける世帯は少ない。冬になると、原因不明であるが雪が、桜川団地では、 青森市内の市街地の中でも特に降ることが多い。生活道路が狭いこともあって、除雪には困難がつきまとうことが多いようである。市内を流れる河川、桜川の西を流れる荒川と桜川の東を流れる駒込川の合流地点付近にあり、その二つの河川に挟まれる格好で位置している。そのため川の中の半島のような格好になっており、 筒井地区以外の地区に直接行こうとすると必ず橋を通ることになる雪が多いため融雪機能のついた橋も多い。全体が東北本線の北側にあり、南東部では東北本線の線路の土手が地区の境界になっている。南西部では県道四十号が境界線になっている。なお、道の区銀行桜川支店は桜川ではなく隣の奥の地区にある。 県営住宅にアスベストが使用されていたとして現在問題になっている。また、青森高校脇の道路3.43号しじみ街八重電線で融雪港の整備が現在計画されている。この道路は筒井小学校の通学路である上、特に西北部にいる青森高校の生徒がよく利用しているため、道幅が狭い桜間から次の交差点までの部分において、 大型貨物自動車が通行禁止となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。